大阪市立生玉小学校は、大阪市天王寺区にある公立小学校。校区は、大阪上本町駅、上本町六丁目交差点や谷町九丁目駅、谷町九丁目交差点の南側に位置し、古くからの寺院が多い地域である。また校区内には、小国魂神社がある。都心部の少人数校であることを一かし、 縦割り集団での異年齢交流に力を入れている。また、小国魂神社に伝わる伝統芸能、大阪滝技能の縁で、地域の農学士の協力を得て、親子農学林体験教室や、生玉子供農学体験教室などにも取り組んでいる。1875年3月15日、当時の東成郡北平野町に、第5大区第一小区。 第2番小学校として開設されたことが、学校の始まりとなっている。東成郡北平野町4丁目の吉政寺境内の一角を借りて開設された。学校名の解消や敷地の移転などを重ね、1921年には、大阪市東平野第一尋常高等小学校と、大阪市東平野第二尋常小学校の2校に分離した。 さらに1925年には、大阪市東平野第三尋常小学校を分離させたが、東平野第三小学校は、太平洋戦争の戦災により、大阪市立大江小学校に統合されて、廃校となっている。1945年3月13日の大阪大空襲では、木造校舎を消失した。翌日に卒業式が予定されていたが、 空襲のために卒業式は中止を余儀なくされている。戦災で校舎や校区に大きな被害を受けたため、終戦直後の1946年に廃校とする構想も持ち上がったものの、廃校は免れた。学生改革により、1947年に大阪市立生玉小学校となった。1960年代には当時の PTA 役員が、 都会の子供にホタルを見せてやりたいと、滋賀県伊賀郡高槻町の高槻町立小堀小学校に連絡を取り、同校の児童が採集したホタルが、生玉小学校に送られた。ホタルをきっかけに数年官僚校の交流が続き、マスコミでも紹介されたと、生玉小学校の遠隔詞に記されている。ありがとうございます。